Hi everybody, how are you doing? How's your study English? Did you have already an English brain in order to speak English well? If you are looking for how to do both of them, I would recommend you to do shadowing because I did it. Then I can speak English like this. I think I have an English brain even though it's small. Yeah. So if you like to interesting in how to make an English brain, I'm glad to show you how to do it. Let me introduce about it. Let's get started like this. はい、皆さんこんにちは。スラスラペラペラ話すのための英語脳の作り方を伝えています。そうですね、たくさんのインプットっていつも言いますけども、インプットを入れるには何がいいかって言ったらやっぱ聞くことなんですね。読むよりも僕は聞くことの方が情報量がたくさん入ると思います。で、ただ聞くだけだとなかなか覚えられないので一緒に話すが結構脳に残りやすいと思っています、ね。でまあいつも言いますけどもシャドーイングは聞いて話すんですけども、まあ、皆さんポイントが早くてね聞き取れないで、あとシャドーイングの英語の発音がうまくできない、この2つをクリアしていただければね、シャドーイングが簡単にできてくると思います。でどうやってクリアにするかって言ったら、まず最初に、呼吸法を書いてください、ね。英語の子音がはっきり伝えられないと英語の単語って読めないんですよね。ですので英語の単語がはっきり、伝えられるように呼吸法を書いて、で呼吸法をなぜ変えなきゃいけないかって言ったら、英語の子音の音って息がこういうふうに出てきて、それで声っていうか音になりますよね。でその時に英語は息がこう出た時に下ベロや口の中でドームを作ったり口をすぼめたりして出る、ね、息を邪魔して、で最後に出た音がその英語の真の音になるんですね。ですので邪魔されても大丈夫なような強い息の出し方が必要なんです。でそのために何が必要なのかって言ったら、整体に行ってもらって肋骨の筋肉、横隔膜の筋肉を緩めてもらって、肺にたくさん空気が入るようにしてから、その後腹横筋っていうお腹深部の筋肉を自分で鍛えて強い息の出し方を練習してください、ね。その後口の中で、英語の子音の音を作る動作ですね。例えば Rainbow、 R の発音で TH だったら With you とか Thank you の TH ですね。これ全部邪魔されている音なんで、強い息の出し方をしてください。どうしても皆さん口のことのばっかり気になるんですけど、一番大切なのは僕は息の出し方だと思っています、ね。でそしたら次にシャドーイングなんですけども、シャドーイングは 0.5 のスピード、 0.75 のスピード、1のスピードで、で1のスピードでやらなきゃいけないのは、スピード慣れするのもそうなんですけども、アクセントの連続のイントネーションが手に入ります、ね。で一番大切なのは、時間がかかるのはですね、要は自分の言ってることを今度日本語、英語で何て言ってるのかで日本語で理解しなくちゃいけないんですけど、この言い方がたくさんあるんですね。例えば今日ここにありますけども、日本語では皆さん次のイベントワクワクしますよねっていう、例えば日本語があったとしますよね。でそうすると皆さんどういうふうに考えます？ワクワクするだからですよね。そうするとまず最初に誰がですね、そうすると誰がワクワクしたね、そういうことになりますけども、と皆さん次のイベントワクワクしますねっていうのありますけどもね、それは英語では Is everyone psyched for next event? でこれ早く普通、早くじゃなくてノーマルでいくと Is everyone psyched for next event? ってなります、ね。で、まあ、皆さんが、発音するときは、単語の頭、ね、Is everyone、これ珍しいですね、今日ないですね。Psyched。P は発音しませんから、発音しないんで、Psyched。で、最初の母音がアクセントですね。で、すみません、単語の頭、単語の頭、それから単語の入ってる母音、第一母音。単語の頭、第一母音。単語の頭、第一母音。単語の頭、第一母音。ね、第二母音っていうのもあるんですけども、単語が長い時には第二母音つく時もありますから、大体はでも第一母音で、話してもらって大丈夫です。そうすると何が起きるのかって言ったら、ここに
イントネーションの連続じゃなくてアクセントの連続でこれイントネーションという流れになってくるんですね。でそうすると、ただフラットで Is everyone psyched for next event? ってやっちゃうともう本当にロボットみたいで下手したら聞き取ってもらえないんですけど、この中に波がありますね。 Is everyone psyched for next event? っていう風になってくると、ネイティブスピーカーが聞き取ってやすくなりますね。でここからそしたらね、例えば今言った法則でいくとこのね長くなってる文章も同じなんですね。単語の頭を押してそれから単語の頭を I thought だったから考えるなんですけど TH に置いて when だったら W で、あとは第一母音ねに後をつけてください。で流暢にっていうかスピードをよく話してくださいね。例えばこの長文章でしたらワンブレスって言ってで息吸った時にこれ出しますけど I thought when I broke up everything would get better I was thinking maybe we should say we are back together っていうこんな感じのスピードです。これまだ僕遅いかもしれないですけど、で今やりましたけどちゃんとその単語の頭と第一母音にはアクセントを乗せてるんで、これアクセントを乗せないと I thought when we broke up everything would get betterI thinking maybe we should say we are back together ね、これやっちゃうとやっぱあまり発音聞き取ってもらえないです、もう一回やりますけども第一母音とアクセントで、はい、きちんとこの単語を圧縮しながらワンブレスで喋っていくんですね。 I thought when I broke up everything would get better I was thinking maybe we should say we are back together っていう感じですね。でこれがスラスラっとできるために何をしなくちゃいけないのかって言ったらシャドーイングですね、いつもおすすめしているのは、サウスパークっていう、アニメのアニメのシャドーイングがおすすめです。なんでかっていうと、スピード遅かったりとか速かったりが混同で入ってますから、聞き取りやすいと思いますし、それから話の内容が現代の漫画なんで面白いです。現代風刺ですね、子供の漫画じゃないんですね。実は大人の漫画なんです。だからスラングもたくさん出てきますし、普通にみんなが会話しててる内容です。こんな感じですね。Alright, you guys, keep this up. We really need money. Summer cap no time. Don't do it. I want to spend another summer at that stupid camp. Do you like the camp, boss? You hate camp, Benzie. The singing and the competition. Jimmy Bomber getting all the chicks. Oh yeah, don't forget the last year, summer girl. You got the next white shirt. Shut up, Benzie. I never gotta spend my summer trapped at the camp with this punching up the asshole. We gotta find a way to get handicap out of the business and the fair. Okay, we gotta to the bit of the boss. Hey boys, are you exciting and going to camp next year? Out of the gate? We like to the tug of war. Alright, just keep working on the donations.はい、こんな感じですね。これはスピードが遅かったからはっきり話せると思います。ね、どなたも、今言った通り、ごめんなさい、一つ言うの忘れてましたね。自分が聞いた音をね、英語字幕スーパーと日本、英語字幕スーパーで日本語と英語を、見比べて、日本語で意味を理解してください。じゃないと、僕らはもう日本語しかわからないので、英語を英語でわかるっていうよりは、イメージさすのに、日本語である程度理解しないと頭の中に入ってこないと思います。ね、発音を変えてシャドーイング、あと日本語で意味を理解する、これを繰り返すことによって英語のができて、皆さんが英語をしゃべるときにスラスラペラペラ話せるし、それから空いてるっていうことも分かってくると思いますので、頑張ってやってみてください、ね、どなたも手順を間違えなければちゃんと英語が話せると思っていますので、頑張ってみてくださいね。それでは。